皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。ツインペダルがいつまでたっても早く踏めません。踏み方、重心、練習方法などお願いします。スーバスのどこどこっていうのがいつまでたっても早く踏めないとか、めっちゃ疲れてしまうっていうのは、よく悩みとしてはあったりとかするんですけど、こうスーバスもこの手のシングルストロークも、基本的にはね、弾ませるっていうことが大事になってくるんで、だから例えば手ならこの連打して弾ませるもの、左も弾ませてる者同士を組み合わせるっていうのが速い高々には欠かせないんですけど、足もこれ一緒で、足もこの貧乏ゆすりみたいな動作で、このビーターをこう画面にバウンドさせる。で、左もで、これを組み合わせる。動作が大事になってきます。なので、これね、いきなりこうどこどこ合わせるのは難しいんで、まずね、このビーターをバウンドさせるっていう感覚を掴んでみてください。で、この時にね、足をこうやって深めに踏むと貧乏ゆすりしにくいんで、なんでペダルのね、ちょうどフットボードの真ん中ぐらいにつま先を置いた方が割とね、こうビーターをバウンドさせやすいのかな。で、重心はね、おへその下ぐらいに重心があって、で、つま先がね、ペダルから離れるとこうやって足がこう体が持っていかれるんで、つま先は基本的にフットボードから離さずに、で、フットボードの真ん中ぐらいにつま先を置いて貧乏ゆすりしてみると、こう打面が弾ませやすいのかな。で、あとは、ある程度早く踏めるようになったら、しっかりと区切れるかどうかっていうのも大切なポイントなんですよ。だから手もね、こう、タカタカって早く叩けるけど、これ次第にね、まとまりを作るのが大事なんですよね。だから、タカタカ、16ボンブのタカタカ、タカタカ。6連符なのか、32ボンプなのか、一拍をどういう風に捉えてるかっていうのも、足のツーバスでも大事やったりするんで、なので、手を支部で叩いて、で、足を16、これをね、しっかりとちょっとね、合わせれるといいかな。だから練習方法としては、こう、だけとか、このとか2拍だけとか、タカ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 、この短い中でこの早く叩くっていう感覚をつかめれると、そこから徐々にこう息を長くしていくような感覚で早くなっていくんじゃないかなと思います。慣れてきたら8ビートでもやってみてもいいかもしれないですよね。こう、こう8ビートとかリズムパターンになると足がどこどこ動いてるんで、上半身がやっぱ持っていかれやすいんですよね。だから手のこのアップダウンの感覚をしっかりと持って、意識してみてください。2ビートの場合やったらこういう、とりあえず
ば、タカ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 ぐらいのこの2拍の感じから、まあ、1小節につなげて、でそこから徐々に息を長くしていけたらいいと思うんで、まあ、瞬発的にでも早く踏むっていう感覚がつかめれたら、どんどんスピードが上げていけるんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで今日もありがとうございました。さよなら。